真珠の耳飾りの少女だね、さっきのは。鍵を取ったからこれでドアに入っちゃえばいいのか。おっと、意外とシビアだった。あまり左に行かずに。よいしょ、入れた。廊下の端にある絵が使えるかもしれない。あ、今の入れてないんだ。廊下の端にある絵、お消しゴムで消しちゃってる。綺麗になっちゃった。あ、入れてない。まあそこで逃げろってことか。どの位置で取っても開始地点は一緒だね。腰のあたりにキノコ開いてる。今さっきのとは全く違う。こっちはもっと大きい。すごい速さで目が回ってる。いつでも目が合ってしまいそう。この抱っこしてるの可愛いな。ちょっと気分を変えて、たまにはこうやってね、切り替えて気分を変えてあげないとね。ちょっと判定がずれていたのかな。見たことのある絵だけどもどこか違う。名前のない絵。なんて不思議な縁だろう。これはあの誕生のやつかな。電気を消してあげて。わあ、周り暗くなった。これ目線とかちゃんとこっち向いてるね、周りの絵も。ナポレオンの、丸三角目ん玉。これで改めて弾くとパスコード的なやつが入力必要な。これ猫を広げた皮なのか。明るい状態じゃないとこれが入れらんないってわけだね。ベロリンチョ。もう最後の晩餐だ。我が子よ、来ないかと思っていた。少し遅くなったが、今日はフクロウの卵を食べよう。フクロウの卵？とても貴重そうな。確かにそうだ。しかし使わないと無駄にしてしまう。問題ないさ。そちらに送ろう。え、急に？あちらのお客様からです、素敵な。あら、ロビーに来ちゃった。もうご飯終わり？頼もう。え？どういう意味？僕？何度言えばわかるの？まだ生きてるわ。あ、フクロウ？待って、あと1ヶ月。いえ、1日。もうすぐ孵化するの。感じる。小さな呼吸。心臓の動き。もう少し頑張れば。私がもっと頑張ればいいだけなの。その卵はもう、なんでわざわざこんな時に。本当にあのいたずらっ子、どこに隠れてるの？もしあの子まで傷ついていたら、私の子二人とも。卵なの？あ、猫ではないんだね、つまり。あれかね、鳥系なのかな、体の中は。二人子供がいるの？卵に気を取られているうちにどこに行ってしまったの？もし外に出てしまっていたら、あの子の翼はまだ。でもこの卵、まだ温めないと。二人ともどちらも私の子なの。どうしたら？どうか助けて、私の子を探してくれませんか？あの子はそう遠くまでは飛べません。もしあの子まで失ったら、母親失格だわ。おお、光の子どこ行った？俺を導いてくれんのか？
子供の袋か。成長すりゃすぐに飛んでいっちまうだろうさ。子供がいなくなるなんてよくあることさ。シュー。ん？ここにいるって？あうわぁ、なんだこの二つ目。あ、こっちじゃないです。多分この猫が好きそうな、うん、鳥だもんね、こっち。好きそうというか、猫が行ったと思われる方向を選んでいけばいいんだろうね。あえて間違えてみよう。うん。あ、最初にやり直しになるだけか。いや、猫じゃないな。フクロウって言ってたからこっちでよかったんだ。フクロウ好きなもの、まあ、種とか食うんじゃないか？キノコは食わん。いや、なんだこれ。種的な？ナッツ的な？あ、違うか。脳みそ食う？食わんか。キノコ食うの？あら、いい暮らししてんじゃないの。お、どうやって入ってきたんだ？さ、一緒に帰ろ。お母さんは君が見つからなくて泣いてるよ。生まれたばかりとは思えないな。ブランデーまで飲んで。ブランデーかな。そんなわけない。嘘つき。君はどうして家から飛び出したの？ピザまで食って、ピザとコーラか？スイッチまであるし、ここに。お母さん泣きすぎて卵を孵化させることもできなくなったんだよ。どうなっても関係ない。どっから拾ってきた卵だし。ほっといてよ。てかなんか、やばいことになってるやつさ、みんなキノコに侵食されてるね。ほっといてよ。さっさと帰れ。ふん。もこもこで可愛いのに、ものすごく気が強いな。猫の秘密基地になってるのか。ピザ食おう。スイッチかな。ニャイッチかな。なんだか眠気が。めちゃくちゃ眠い。ちょっと、猫と一緒に寝ようぜ。猫が枕の山の上にゴロンとしてる。俺もゴロンしよう。しょ、あ、回収しちゃった。無理やり連れて帰る。飛んでる、かわいい。お着替えしよう。これ一人ぼっちにするとまた何か変わったりとかあるかな。ただ見た目が変わるだけかな。はい、お母さん、持ってきたよ。ふん、意地悪な管理人め。邪魔すんな。もう、本当にあなたって子は。うちの子を連れ戻してくれてありがとうございます。この卵を持って行ってください。いいの？全部私のせい。まだ、この子を帰らせられるんと。本当に大切なものを、すべてを失うところでした。欲張りでした。目の前のこの子のことさえ、よく見ててやれませんでした。この子供に、きちんと飛び方を教えてやらないと。めちゃくちゃな飛び方だったわ。そんなことない。ふん。はぁ、子供とは、あっという間に成長するものね。親離れするのも、あっという間。この子を持ってこう。非常食として持ってこうぜ。しょ。巨大な袋の卵。さっさとシュー。それを天文館へ持って行って調理しな、シュー。母親が思い直す前に、よーし、やっぱり返すわ、私の子ってなったら。大変だからな。もっと下へ参ります。なんだろうね、このカタツムリたちは何かを表してんのか。なんかモデルとなった貝があるのかな。おっと、クジラ？靴下が落ちてる。水族館的な。でも、天球っぽいのもあるからね。覗いてる。オレンジ色の小さい猫。ちょっとかわいい。ちょっとどころじゃないでしょ？めちゃくちゃでしょ？外は海だ。なんか割れて水がドバー来たりしないかな。キラキラ輝く星もあれば、薄暗くて光がないのも。ホコリっぽいチケットカウンターだな。この中に入ってやり過ごす系かな？お、カップルだ。ヒューヒューだぜ。空っぽだ。エッグスタンドですね、これ。これで？
ろうそくたち、いや違う。あ、水金地火木でやればいいんだね。ポロン。火木土、これが水星じゃないってことか。金星どれ？あとはもう消去法で。お、帰るか？太陽系が卵を温める。グツグツ。うわー、不機嫌そうな猫。これでゆで卵を作って、あっちっちじゃないですか。ゆで卵こいつを食わせてやればいいの？何？いい匂い。まだ夕飯に間に合いそうだ。よん。わかったよ。お前の分も残しておくから。今食うんだ。そんな大きさ？見た感じとんでもない大きさに見えたけども。人影、取ってあげただけかい？タンパク質。あ、これは、現実世界にいた時の思い出かな。あの日々は夢のように過ぎ去ったな。よん！どうやってここに？愛する人を失うことは言えることのない悲しみである。ちょっと卵を置いてやればいいかい？食えよ。とんでもない。売れ卵というかいい感じに半熟だったのか？とても気に入ってるようだね。オレンジ色の猫10匹、9匹がよく吠えていて、あと1匹はものすごく吠えている。善良なる子供よ、この素晴らしい晩餐に感謝する。この金貨を与えよう。お、チケットセンターでチケット買えるかい？猫コインかわいい。もう一人助けを必要としている大きな子供がいる。大きなお友達的な。そちらに何時を送ろう。まただ、急に。さっきのフロアにワープかな？ですね。で、この子は困ってるもう一人の子。さっきゲットしたコインで。あ、違った？まず要求を聞いてからか。お、うわー、虫たちが取ってあげなきゃ。歯医者さんですよ。おりゃおりゃおりゃ。なるほど、手に取ってやんないとか。この手が最悪でしょう。こんなに虫を。これ取って人の身にごっくん。ちゃんと歯は磨くんだよ。虫歯だったんだ。かわいいな、この不機嫌顔。海の底。お、ビヨーン、バネが。この黒猫かっこいいな。特に何もないけど。にゃん。卵？ん？し、モンスターだ。カバンを背負ってる。ベルセルクの、あの、断罪の塔に出てきた。あれみたいだね、あのもどきみたいな。見て、スーパーエッグがすぐ後ろにある。あれ、お前そんな喋れたの？にゃ、え？あ、これ間違えてるんだ。逆になってる。それとも中身入れ替わった？ああ、どうやってあそこまで上行けばいいんだにゃ。あ、あ、コインぐらいしかないけどな。ブラッシングしてあげてもダメか。お、にゃんにゃん。パズルピースのような。だいぶピース足りない気がするけど、この左右ではまればいいのかな。なんで壊したし。まさかの猫妨害が。あ、段ボール箱だ。ビー、養生テープ。
あらやだって顔してる。爪を切らないと。あ、スネーク。ダンボール箱はいいぞ。意外と大丈夫。スーパーエッグはこれ取りにまだいけないのか。何か対応策。すんごい顔。ん ?1、3、4 こうなるように入れ替えろってことか。なんかスマホゲーの広告でこういうのあるよね、よく。あ、でも5のやつもあるから、どういう法則性だこれは。もしくは、つまり1458になればいいのか、累計が。移動させられるのがこの一番上のやつだけだからっていう感じだね。今んとこ適当にやっちゃってるけど、うまいこと全部ハマってくれりゃいいけど。これでいけたか。うん、この一旦ね、移すために一旦こっちに置いておいてみたいな、こういう系のパズルですよね。アコーディオンのような音が出るオルゴールに夢中になって、音に合わせて軽く踊ってる。じゃあこの隙にスーパーエッグ取りに行けるかな。